ベーター・リヒター・ドランゲニアは、チェコ出身の指揮者、作曲家、プラハ出身。6歳の時に、リューベックに移住し、1950年に、地元の人文主義ギムナジウムを卒業して、デトモルトの北西ドイツ音楽学校に進学した。音楽学校に進学時より、作曲活動を行っており、1952年には、リューベック室内管弦楽団を組織して、 指揮活動も行った。また、ハンブルク音楽大学やザルツブルクのモーツァルテウム音楽院にも通い、ビルヘルム・マーラー、ボルフガング・フォールトナー、フィリップ・ヤルナッハの各紙に作曲、クルト・トーマス、オイゲン・パプスト、ハンス・シミット・イッセルシュテットの各紙に指揮法、ハンス・リヒター・イコール・ハーザーに、ピアノ、フリッツ・フース・ニホルン、ミハエル・シュナイダーにオルガンをそれぞれ指示した。1五十四年に、 音楽修行を終えると、ハーゲン歌劇場の練習指揮者となり、1957年から、ブッパータール歌劇場の学長となった。1960年から1965年まで、テアターデス・ベステンスの音楽監督を務めたが、その任期中に、ルテルン音楽祭の指揮講習会で、ラファエル・クーベリックの指導を受け、また、ハンブルク国立歌劇場やケルン放送など、 ドイツ各地の歌劇場やオーケストラに客演を重ねた。1966年から1974年まで、法府交響楽団の主席指揮者を務めるとともに、クーベリックの助手として、バイエルン放送交響楽団の主席客演指揮者も、兼任した。1977年から1981年まで、地理大学の音楽学部で指揮法を教え、 南米各地のオーケストラに客演。1981年に帰国後は、ウィーン国立音楽大学で作曲を教える。シュニター・ジュルゲン、アクセル、カー・ンシュナーズ・ムジッカー、ハンブーフ、ベルリン、KG 層、P381、ISBN 9兆7839億504万9053、億録3586万5306。 アーカイブ2016年12月20日、ウェイバックマシンペーター・リヒター・ドランゲニア・ディスコグス、ハット・リヒテル・デレンジニア・ピーター。2020年9月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年9月14日閲覧。アーカイブ2020年9月17日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。